皆さんこんにちは、ウォーキング野郎です。ウォーキングで朝早くから出てきました。この日はメンバーと一緒に食事をしようということで、ここで待ち合わせをする予定だったんですけど、どんなでしょうか。AM10 時半ぐらいに到着しました。この日は1時キックオフなので、まだまだ余裕があるかなと。高をくくってますね、この時点では。今日のユニフォームはバイスの背番号で来ました。バイス、この時にファジフーズ買っておけばよかったな。もう持ってますもんね。ファジューさんももう買ったんでしょうね。まだまだどこもかしこも空いてますので、メンバーが来てからとちょっと待ってみようかなと思いまして、メニュー見ながらぐるぐるしてました。次はカツカレーにしようかな。ファジドーも食べたいな。空いてるな。そしてこの日はイベントは高校生のイベントブースがたくさん出てるんですよね。ジュビロのバスです。あ、始まるだーって言ってる時に LINE が来て、メンバーが残念ながら今日は咳が出てと来れないってことになっちゃったんですよね。急遽メイン映画の入場待ちです。今日はメイン映画なので、どのぐらい並ぶのかちょっとわからなかったんで早めに並んでみました。久しぶりのデーゲームということで、ちょっと感覚がわからない間に入場です。町田線以来のこちらの方からの入場になります。メイン A ですね。この日はここまで上の方からです。こんな感じです。席無事確保できました。そしてファジフーズの方にまたやってきました。やらかしたかな。こんな感じ、あっという間にいっぱいです。この時点でジュビロのサポーターがいるっていうことは、ビジター席も結構いっぱいなんじゃないかなっていう、そんな状態です。ピボン。ひとまず麻婆豆腐を食べようかなと、麻婆丼の方で並んでみることにしました。前回うまかったんでね、もう一回食べたいです。豆腐ドーナツも悩んだんですよね。最終的には一番ブースに並んだんですけど、こんな感じ、すごいですね。1578人、1万人超えました。自分も3年前のジュビロ磐田のこの試合のために並んでまでチケットを買いに行ったっていうのを思い出しました。ニコニコしてますね。誰が、それは秘密でございます。この日は焼き鳥にするか
コロッケにするか悩んだんですよね。焼き鳥もうまそうだったな。ちびろサポーターの YouTube の中でデミカツ丼買ってる方いましたもんね。よかったな、ここに並んどけばよかったのかなと思いながら、麻婆丼と、なんと暑さでスマホが熱々に。ひとまずスタジアム内に入ってスマホを冷やしてパチリでございます。デーゲームで屋根がありますので、もう皆さん入ってましたもんね。早いなやっぱり。ジュビロの応援団というかサポーターすごいんじゃない？ここまで聞こえてきますよ。ドカチコロッケを出して走行してたらウォーミングアップが始まりました。さあ、ロッキー時代を目指して共に戦う我らが負けていないか、レディーの拍手を受けてください。大きかったな。お約束の麻婆丼始めるかな。そして今日は凍らしてきたんですけど、京都レモネード、これうまいんですよね。この日は高校生のダンスパフォーマンスもありました。ダンスの迫力がすごかったですね。実はビッグフラッグが見たかったんです。心一つに始まりの方もゲート内の方に出るんですよね。サポーターも黙ってませんね。ミンガだからデビロ岩田の応援もかなり聞こえてきます。いきなりですがサポーターのサットさんに会えました。なかなか会えてなかったんで嬉しかったです。声かけていただきました。サットさんありがとうございます。撮影もしていただいたんで。
パチリでございます。2対1で勝ちファジです。プレーオフ戦線にまたもや名乗り出ました。次回の千葉戦が楽しみです。外に出てみるとみんなの笑顔があふれてました。サプライズでファジジュンさん待ちしてみようかとちょっと待ってみようかなと思いました。コーチの方から来ることないんでしょうね。せっかくだしいつもはすぐ帰ってしまうんですけど、こちらでファンさなくても初出待ち、誰が出てくるかなとみんなと一緒に待ってました。ムークです、ムークです。そして木山監督です。ナイス。あとは皆さん分かったらファジサポです。よかったら見てください。
最後までご視聴ありがとうございました。アジアのサポーターの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また会えたら声かけてくださいね。それではまた。